こんにちは、僕は彦左衛門で、ここは日本墓地でございます。さあ、東京のスカイツリーに行ったことありますか？僕はない。それはなぜかというと、やっぱり行っても、まず墨田区にあるの一つ、二つとしては、やっぱり行っても、もう何時間かためになんか1時間から2時間でもなんか長い行列になってるらしくて、そしてその待ってる間ではもうどうすればいいの？やっぱ僕にとってはまだ東京のタワーってまだスカイツリーになってなくて、東京タワーで、スカイツリーが良かったことあると言ったら、それはもうみんな東京タワーからスカイツリーに行ったから、東京タワーは最近なんかあんまり並ばないでも上がられることができるし、自分にとってね、まだなんか東京の中心にあるし、僕は東京タワーの大ファンです。つまり、ただもう最近ちょっとスカイツリーに行かないことを考え直させたことが一つきっかけあった。それは朝日新聞読んでたところでは、どうやら新しい仕組みがなって、それ一つのその1時間の行列を飛ばしてすぐなんか上がれる方法が出てきました。それは何なのかというと、2つの条件がある。1つはいつもの2100円ぐらいの値段じゃなくて、2820円を払わなくちゃいけない、ちょっと特殊なチケットがあるの1つの条件だけど、もう1つの条件は、自分が外国人であること、もしくは外国人の友達がいる人。どういうことでしょう？どうやら外国のパスポートを持てる人だとしたら、例えばそれは自分みたいな永住権者だから、住民としても単なる観光客だけじゃなくて、パスポート持てると、その新しいちょっと高い切符になるんだけど、そのチケットを買うことによって、自分とそこの連れ様の中、日本人でもすぐ並ばずに上がれることになる。まあ多分ね、これは東京がいろいろそういう国際の観光とかオリンピックにも向けて、なんかもうちょっと外国人が多分クレームするところで、あんまりそう1時間並んでもね、あんまり魅力はないから、外国人がすぐ会えるようにもうちょっと追加払って、でも外国のパスポート持てること条件ですね。もしくは外国人の友達がいること。ただこれどうでしょう、これちょっとね、多分ね、こういうことがあるとちょっと自分でも不安になるのは、これは逆差別じゃないかとかって指摘しそうな人がいるんだけど、まあでも同時にこれは日本の国際イメージを促したり、まあ自分にとって、僕は16年日本住んでるから、あんまり国際イメージは何もならないんだけど、でもはい、受け取りますでもまあ、あとなんか確かに国際交流とか、外国人と仲良くするように、ちょっとね、そういう外国人ももっと行くように、そういう多分知名を上げる意味もあると思うんだけど、でもさ、いかがでしょうか。もうこんな特別なことは、もう僕みたいな外国人なんか偉そうにもらってて、それで本当にいいのか。まあとにかく多分こういうことなしには、僕ははっきり言って、僕はスカイツリー行かない、まだ行ったことないし、これから多分行ってチケットを買って多分撮影してみると思うんだけど、どうでしょう、これちょっと嫌でしょうか。僕はこれもちろん、まあ自分が礼儀するからいいんだけど、でももし外国人と仲良くして、もうずっとスカイツリー行きたくて、でも列で並ぶの嫌だったら、外国人仲良くして一緒に行ったら、もうこれちょっといいきっかけじゃないか。まあどう思いますか。とにかくこれちょっと使って、多分家族を連れて行こうと思ってるから、でもしなんか今度連れて行ってほしかったら、まあコメントでも、なんか今度なんかでか100年の日本人でも連れて行こうかな、どうしよう。はい、まあ、ちょっと意見があれば、なんか書き込んで、下コメントしてください。はい、じゃあピース。